スメイグ YouTuber！ 私、ドラマ相棒鑑識課でおなじみの一角、二角、三角、四角、五角とお待たせしました、六角誠二でございます。若いでしょ、まだ。いや、もう39です。39？ はい。もう結構経ちましたね。ました。いつの間にかでそんな福岡から出てきて18。福岡からはい大学で出てきて、うん、でそっからえじゃあ吉本入ったのは18じゃないんだ。じゃないです。その卒業大学出てから。はい。またなんで？その時は昔コンビ組んでたんですけど、うん、でその時の地元の友達の相方に誘われて、うん、今まで生きてきた中でお前が一番面白いから一緒に行こうぜって素敵な言葉だね。それに、はい、入って、吉本に入りましたね。あ、そう。で、モノマネも最初やってなくて、うん、で、なんか本当コントやってる時の動きが、うん、石橋さん、高木さんに似てるねって言われて、うん、で、そっからちょっとモノマネみたいなのができました。今後どういう風にしていきたい？今後はやっぱそうですね。なんかでもお誕生日のやつを、あでもこれ本当にいいアイデアかもしれない。はい、うん、もうずっとやってこれをどう生かそう、そのまあメイクを見せるのか、そのままなっていく姿を見せていくのか、うん、まあ、その誕生日もさ一人じゃないわけじゃない。はい、そうですね。それの中の一人だけやるの？そうですね、これどう思います？誰を選ぶかっていうのもね。そうなんですよね。例えば2月24日でしょ、はい、そうするとこのチャギアンダスカの朝日さんとか、はい、草の日でした、はい、そういういるわけじゃん、はい、他にそういう人をなぜ選ばないのかとか、なぜこっちを選んだのかとかね、そういうのも気になるね。確かにそうですね。そこの理由も何て気になる言えば、ね、いっぱいいるとこって何か何でしょうかってなかった？いっぱいいるとかありますよ。やっぱ2月26とか結構桑田佳祐さんとか、桑田さんとか数とか数もそうなんで、ね、結構ほんと固まってる時と、うん、全くいないもあります。全くいなくてさ、別所哲也さんしかいないとか。別所哲也さんしかいないとか、ほんとにいない時はいないんですよ。あこれ誰ってなんかやってるとそうだろうね。ありますね。あこんなに違うんだっていうのはあります。ただいま工事中。同期誰の？同期はチョコプラとシソンヌと江戸春美です。ゲーゲー久しぶりだね。と、まあ、パンサー向井とかですね。江戸春美さん、せや広がりずとか。ああそう、はい、仲いいです。結構あれですね、売れてる方多いね。そうですね、今年結構仲良くさせてもらってるんですけど、みんなやっぱ売れてきましたね。お前は最後だって言われて、大丈夫だよ。大丈夫なのかなって思います。よ本当ですか、うん、最終兵器だって言われるんですけど、最終兵器も投入されない時ありますよね。最終兵器まで行かない時ね。これでもういいよ、もういいって、この気もういいって言われる時ありますよね。それが不安で、もうどういうタレントなんて、なんか好きな目指してるタレント。ああでも僕大好きなのがロバート秋山さん、大好きなんですよ。なかなか特殊だよ。あるんだけど、何やるの？いや、そうなんです。どうやりゃああいう発想が出てくるんだろうと思うよね。大好きなんですけど、まああいう独特な面白いなっていうのは、ああいうふうになるにはさ、モノマネも独特にやらないとね。ああ、確かにそうですよね。体モノマネですよね、秋山さんは。モノマネが似てるとか似てないなんて言われてるうちはダメ。あもう全部独自のものになる。独自のモノマネってことですね、うん、オリジナルの。オリジナルのクッキーさんとかの、白塗りとかそういう感じとか、自分がやったことが正解っていう、ね、うん。だ六角精児もさ似てたけど、はい、似てるじゃダメだもん。じゃちょっとこれは難しくなるぞ。また十二角精児やね。十二角精児かける字にするとか、六から、六から一角二角三角四角五角。お待たせしました、六角かける二、十二角政治でした。十二角でしたか、騙されましたな。いいね、いいですか。いい、まず心が強い。
よく言います。それは多分、はい、結構一緒に、大事なところなのね。これはやっぱ RG 師匠にやっぱり期待になりました。RG 師匠、RGC さんには、はい、いろいろ勉強させていただきました。あれもすごいよね。すごいですね。細川たかしさんのあの、細川たかしさんの方も、はい。だって細川たかしさんの真似なんて、いっぱい人で今までの方、はい、え、栗川さんもそうだし。はい、だけど、RG がやった瞬間に、オリジナルになるんだから。だからね、何をやるかじゃないんだよ。どうやるか。はい。だから社長後のアッコさんもそうだ。そうですよね。あのアッコさんにも、一番多いぐらいじゃない、モノマネみんなやるって、はい、それをさ、今やってさ、新しく見えるんだから、そういう意味では六角星人もね、いけるよ。十二角星人なんか星でなんか六角星みたいなのない？六角星人、なんか六角星人っていうのも一回なんか六角星人、六角星人みたいなのは一回なんかやったかもしれません。やったっていうか、まあやらされた、はい。それから、それからなんだよ、なにどういうこと、六角、六角ちゃん、六角ちゃん、下かですよ、下かですよ、下かですよ、すいません、おめでとうございます、すいません、何言ってるんだよ、すいません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 、これちょっとお時間がちょっと、ちょっとお二人がたった、おめちゃくちゃ、おめちゃくちゃ、あの、お時間の方お茶会って何？いや、すいません、あっという間で楽しい時間は、お時間が来てしまいまして、そう、もう、取れ高がもうマックスだということで、お時間いっぱいで、じゃあすいません、誰かあの YouTuber の方をご紹介いただけますか。はい、それじゃあ、どれだけを、なんちゃってきたじゃあ、ですね、僕の、うん、ちょっと同期のシマッシュレコード。何？シマッシュレコード。また覚えづらいね。シマッシュレコード。やっと一キップリンが終わったから。シマッシュレコード。シマッシュレコード。はい、コンビなんですけど、一人同期で、うん、もう一人が一個上の先輩、カタツムリと。と、シマッシュレコードさん。シマッシュレコードさん。あ、もしもし、はい、あのこちらコージー富田のつないで YouTuber のコーナーでお電話させていただきました。はいはいはい、はい、シマッシュレコードの島田です。あ、島田さんの、あのお電話で間違いない、はい、そうです。はい、ではあの紹介のいただいている一木プリンさんに代わりますのでお願いいたします。はい、お願いします。はい、失礼します。あ、もしもし、どりたけ、あれ、もしもし、もしもし、のりたけですか。え、いや、違います。はい、失礼しました。じゃないよ、島田さん。もしもし、電話できるのはどっちかわかんないじゃん。島田さんですか。はい、島田です。はい、キップリンです。何してたの。いや、今思いっきりテレビ見てた。何、何見てた、テレビ見のもんだろ。録画してた見のもんだ。ちょっとあの酒のつまみになる話。ああ、いい番組です。今思いっきりテレビ見てたっていうから、俺見のもんだろ。思いっきりテレビ？思いっきりテレビじゃないの？え、何？思いっきりテレビ。いや、思いっきりテレビもう終わってるかな。さすがですね。思いっきり思いっきり終わってる。じゃあちょっと、はい、コージーさんに、あ、はい、はい、ちょっと変わっていいですか？はい、ありがとうございます。はい。もしもし、あ、もしもし、あ、どうも、はじめまして。あ、どうも、シマッシュレコードの島田と申します。あ、どうも、コーチ富田です。よろしくお願いします。はい、実は僕、初めましてじゃないんですよね。あ、本当？はい、どう、多分コーチさん絶対覚えてらっしゃらないと思いますけど、うん、あのもう10年以上前に、はい、一回あの飲み、連れて行ってもらったことあるんです、手前伝いに。だ、誰と？おにぎりさん。あ、うん、あ、はいはいはい、おにぎり、はい、おにぎり、もう14年前とかそれぐらい前になるんですけど。おお、おにぎりが連れてきたの。そっか、はい、おにぎりさんと、あと僕の同期のもう辞めちゃったやつと一緒に
あ、そう。行かせてもらったことあったんですよ。ああ、なんとなく覚えてるようなね、嘘ですけど。じゃあ、その辺のね、懐かしい話もしながら。そうですね、ぜひ。はい。はい、じゃあ、よろしくお願いします。シマッシュレコードさん。はい。来てくれるよね。ぜひとも。お待ちしまーす。ありがとう、カズさん。いいね。シマッシュレコード。島田君。はい、島田君。いい声したね。彼らは、ギターが実は得意で。え？ギター得意なんですよ。ギター漫才とか、あ、なんだっけ、なんか音ネタワングランプなんかあったね。インメージ、はい、インメージ、なんだっけ、インメージ、あくまでもインメージっていうネタを、そうそうそう、あくまでもインメージってハモるんでね、はい、あー、そうだそうだ、はい、それがシマッシュレコードか。シマッシュレコードです。ギター結構得意なんで、ここでもぜひギター持ってきてくれるかな。絶対持ってくると思います。持ってない日は多分見たことないで。あ、そう、はい、じゃあ楽しみだね。はい、絶対持ってくる。そのシマッシュレコードさんに何かメッセージがあれば。メッセージ、うん、そうですね、島田さんとやっぱ仲良くやってるんですけど。島田さんともう一人誰？姉妹さんって言ってます。マジで？はい、もうシマシマなんだ。シマシマです。はあ、島田と姉妹。はい、へえ。あ、じゃあ姉妹さんに。姉妹さんに言うの、はい、うん、姉妹さんに、うん、犬飼ってるんですけど、うん、犬一回散歩させてくださいって言うだけです。散歩させない。なんか頼みづらい、僕から言うと頼みづらいというか、直接言いづらい、先輩ですし、はい、あ、じゃあ僕の方が頼んでいきましょう。頼んでください。犬散歩したいっていう。はい、わかりました。あとイメージ、コウジさんのイメージを歌ってほしいっていうのも。ああ、それ頼んどこう。あ、でもぜひ考えてくれるかな。いやー、絶対考えてくれると思います。はい、ほんと姉妹さんがそのイメージを言ってくれるんですけど、うん、結構ぶっ飛んだことを言ってくるんで、それだけが結構ぶっ飛んだことを言います。じゃあ、あのさ、もし会うことあったら言っといて、俺も作っといて。あ、わかりました、ね、はい、まだ言っときます。1週間ぐらいあるから、はい、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日のゲストは市木プリンさんでした。チャンネル登録してくれるよね。